はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安田でございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画はね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の決意が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい。ですね、先日はね、通院の日でして、病院までね、自転車で行ってきました。片道1時間というね、チャリカツになりました、本当に。家族からはね、というか親からはね、めっちゃ心配されましたけど、その心配を少々ね、押し切ってしまったんですよね。その自分がね、こう、親になってですよ、子供のという行動ってのはね、心配になるのがね、わかるので、今ちょっとね、反省してます。そのね、チャリカツなんですけども、朝8時半、3時5分か、に出発して、9時25分ぐらいに到着しました。車で行くよりもね、40分ぐらい早いですね。出発する時間が早かったので、それを知らない、仕方ないことなんですけども、普通のことなんですけどもね、診察券をね、事情受付機にね、入れて、当日の受診する内容をね、確認したらですね、そのまま採血室に行って、採血の順番の予約。で、今回の待ち時間はですね、48分でした。で、48分間のその間にですね、眼科の視力検査を済ませておいてですね、眼科の診察はその後の10時半なので、すぐさま、採血室に行って、採血をして、眼科にすぐに戻って、診察してもらって、で次の11時からの歯科口腔外科に行きました。めっちゃスムーズにね、ことが進みましたね。そして歯科が終わって、次は内科がね、13時、お昼1時からなので、お昼ご飯を買いに、病院の、ね、外にあるローソンに行きました。で、ローソンでね、ローソンの弁当を買ってですね、イートインで食べた後にそのゴミを捨てようとしたらですね、ちょっと店員さんがね、ゴミ袋を入れ替える作業をしたので、ついでにこう捨ててもらったんですよ。そしたら条件反射で、ごちそうさまでしたってね、言ってしまいました。ね、コンビニでごちそうさまでしたってね、言ったことある人います?いませんよね。僕も初めて言いましたもん。もう店員さんにもね、受けてたからよかったんですけども、ほんで、12時半頃に食べ終わった頃にですね、看護師さんとの LTFU 外来というね、カウンセリングのようなものがあるんですけども、そこでね、日々の生活の報告をしてですね、相談やアドバイスをしてもらって、で、13時、お昼1時に内科を受診しました。血液検査の結果ではですね、コレステロール値はね、少し下がってまして、中性脂肪も結構下がっててね、良好でした。ただ、コレステロール値のね、上限がね、220のところですね、僕はまだ300あるんですよ、300。ね、怒られてますよ。でも下がってるんで、免疫抑制剤が減れば、コレステロール値もね、中性脂肪も血圧ももっともっとこう下がるんですけども、まだ免疫抑制剤の分量はね、今回もそのままです。次回までね、何もなければ、というか症状が出てなければですね、次回に下げれるかなとね、言ってもらってました。先生はね、口酸っぱくですよ。減塩、減塩と何回もね、言われました。ちょっと声もね、大きくなってね、めっちゃ言われました、減塩ってね。食べ方に関しても、工夫をするというその食べ方と、チャリカツもね、してるんで、効果が出てるとね、看護師さんはね、すごい褒めてくれてますけどもね、先生にはこの思いがね、なかなか届きません。でもこのまま続けていけば、少しずつね、下がっていくので、やっていきます。今回は良好でした。今日は以上です。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。